はーい、お疲れ様です。もとみつです。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。 今回のお話なんですけど、ビッグモーターの大炎上に関するお話なんですけど、まあ、どんどん話が進んでいってです、ねあの、こんな感じでね、街路樹、えー、お店の前の、えー、木とか、えー、植木がですね枯れてしまうっていうのは、ね、除草剤撒いたんじゃねえのかって疑われてる件なんですけど、ついにですねビッグモーターが認めて謝罪をしたんですよね、こんな感じでホームページで発表しちゃってるんですよ。えー、なんかでもたただ一言感はあったりするんです けどまあとにかく一応ね、えー、認めましたということでまあ、認めたんであれば何かしら罰則受けていかないといけないよねでさらにねまあ、これ一旦認めて謝罪したんですけどまた新たな疑惑が上がってくるんですよねこれなんですけどまた違法なことしてんじゃねえのかってこれ罰金食らってしまうんじゃないかっていうようなそんなお話なんですけどまたこっちでもね、えー、その緑をコンクリに固めてんじゃねえのかっていう話で罰、えー 罰金とかがありそうな話なんですよね <laughs> マジで一個話を落ち着かせようとしてもまた新たに疑惑が出てくるというようなねそんな話ですねということで見ていこうと思います元とつのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでまずはね一つ目この街路樹の件なんですけどもう何回もお話してるんでわかると思うんですけどビッグボーターの店の前だけなぜか植木や木が 枯れまくってたんで、すよねで、除草剤もいてんじゃねえのかっていう話なんですけど、これ2011年と現在比べても全然違うわけですよね。で、えーまあ、その件についてね、本水も何回もお話してきましたけど、各県や警察がこれについて動いてるんですよ。この前の動画でね、お話したんですけど。でね、国も調査するぞーっていうことで、徹底的に調査入るぞーっていう風な、えー、ニュースがいっぱい飛び交ってて、ついに観念しちゃったんですよね。ビッグモーターが <laughs>。 んな感じででお知らせ出すんですよホームページに7月28日にってえ現在当社の店舗周辺の街路樹や植え込みが枯れている等の多くのご指摘をいただいておりますということで、まあ、多分問い合わせとかもすごいんだろうねでご指摘を受け当社で調査したところ当社の複数店舗におきまして過去に店舗で清掃活動の際に使用した除草剤等による影響により街路樹や植え込みが枯れた可能性が高いことが判明いたしました っていうことで、まあ、そんなつもりなかったけどちょっと除草剤使っちゃったんだよねそしたらめちゃめちゃ枯れたっていうねそんな可能性があるということが判明したよって言ってるんですけどめちゃめちゃ一言だよねいやまあシンプルになんですけど街路樹だよこれ自分たちの敷地じゃないところあの公共のところの敷地に除草剤撒いてる時点でアウトでしょ なんかそのうう目的が違うからで済まされるような話じゃないと思うんですけど本件により店舗近隣にお住まいの皆様自治体の皆様はじめ多くの方々に大変なご迷惑ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます除草代等による影響で枯れた可能性の高い街路樹や植え込みにつきましては今後行政のご指導をいただきながら外部専門家にも相談の上土壌の入れ替えや植木など当社として 現状回復に向けた手続きを行ってままいりますということで、まあ、しっかり根元に戻しますからねっていうのを言ってるんですよね。また、他の店舗につきましても、引き続き国土交通省および各自治体による街路樹周辺の現地調査に全面的に協力するとともに、当社として現状回復も含め、精神誠意の対応をしてまいります。誠心誠意の対応を、えー、取るんだったら、まあ、これ逮捕とかされてもおかしくないんじゃない これ元に戻すからはいいい、OK、っていう話じゃないでしょうお客様をはじめとする関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますことを改めてお詫び申し上げますというふうに言ってるんですけど、まあ、なんか全体的に見てもなんかこれ多分経営陣からの発表だと思うんですけどなんかめちゃめちゃ一言だよねなんかいろいろ言われたから調査したんだって言ってるんですけど、まあ、勝手にやったことお店がそれぞれ勝手にやったことって感じがすごい伝わってくるんですよね 俺たちは知らなかったから調査したんだ、みたいな。まあ、これちょっと一言すぎねえかって感じがするんですけど。 環境整備の点検で圧力かけてたっていう話も上がってきてるってね、まあ、全然組織的っていう可能性もあると思うん、ね、で、まあ、今後もね、追及されると思うんですけど、まあ、とりあえず、えーまあ、警察とかいろいろ動くっていう話になって観念して、えー、認めるということなんですよね。まあ、ちょっといろんな人の意見も見ようと思うんですけど、可能性が高いことが判明いたしましたと言っている時点で、現場が勝手にやったことで本部は何も知らなかったと言い訳しているようにしか見えない。いや、本当そうだよね。 で全国の店舗でこんなことが起きているのでだから現場の判断ではなく本部のくだらない環境整備点検にはこうした指示があったのではと思う。清く認めるべきだよっていやそうだよな,なんかね 一言感があるんですよね。とか、他には、一般ご意見、ビッグモーターが街路樹に除草剤をまいてからしたってね、多くの人がそう思ってますよね。でも、ビッグモーターは敷地の除草作業のためにまいた、除草剤がなんか悪影響を及ぼ,ぼしちゃったのかもって、行き違いがあるように感じてるのは私だけって、いや、そうだよね。ほんとそう。 <laughs> だからまあなんだろう街路樹にさ除草剤撒くこと自体がもう完全にアウトなんですよ。なんでお前らが撒いてんだよってなっちゃいますからね。 で、えー、他にはこちら、えー、やっと自白したかとはいえ、ビッグモーターのやった行為は反社会勢力と変わらん所業司法は社長らが逮捕すべきだし、自治体等は賠償請求やら取引停止処分を、何よりこんな店を使ってはいけない、早く潰すべきだって徹底的に速攻で、ね、追及してくれよっていうのを、ね、言われてますね、まあ、本当そうだよ、怖いよ、こんなの、こんな、ねえー、形で営業してるお店があるっていうこと自体がね。 でまあ、こういうふうにまあ一旦認めて謝罪はしたんですけどただそれと同時にまた新たな違法な、ね、え疑惑が上がってくるんですよ、えー、こちらなんですけどビッグモーター店舗で新疑惑だって敷地の一部で義務付けの緑化開業時にあった芝生がなくなり保存されるっていうことでえ また違法なことしてんのみたいな話があるんですよね。28日午前9時頃、名古屋市港区のビッグモーター名古屋茶屋店に国土交通省中部運輸局の職員4人が入りました。目隠しのためなのか、窓際に段ボール箱を積むなどピリピリとしたムードですって、いや、それそうだよね。抜き打ちで、はい、入ってきますっていうような、なんかハンザーナーキとかのドラマのね、えー、そんな話にも出てきそうなことですから、で従業員からの聞き取りや点検の記録などの 確認を行いいい検査は続いています国交省の立ち入り検査は28日に全国34箇所で行われましたビッグモーターが外部の弁護士に依頼した調査で保険金の不正請求の疑いが指摘された店が対象となっています名古屋茶屋店は調査対象の6割以上のケースで不正の疑いがありとされていましたと6割以上が不正ありってもうやばいよね半数以上だよ ちょ1個でもあったらやばい話が6割以上ってすごいよね保険金の不正請求をめぐりついに入った国のメスに東海地方のビッグモーターに勤める現役社員はおまた現役社員が喋ってくれてるんですよねなるべくしてなったなと思っていますね本当に度が過ぎているのでいつか痛い目に遭うだろうなっていうのがついに来たかなって来客集客ともにものすごく減っていますそりゃそうだよねこれまでは1日いて商談しない日はないんですけど予定も入ってこなければ予定が立たないって感じで ですね、不安でしかないですよねって <laughs> もうねあの転職のことを考えてじゃないのかなと思いますけどねこうやって現役社員語ってるんで、えー、立ち入りの対象となった名古屋茶屋店では新たな疑惑もってそう新たな疑惑が出てるんですよねえっ、ー、とリポートによると敷地内を囲むように芝生が生えていたようなのですが現在はコンクリートになっていて一切芝生は見当たりません ということで、まあ、これが写真なんですけど、2019年のそのお店、茶屋店、えー、名古屋茶屋店に関しては、こんな感じで、えー、展示車のちょっと手前のところに、ここ、芝生が、えー、植えられてるんですよね。こんな感じで、ずらーっと。で、えー、今現在だと、コンクリートで固められてるんですよ。ここの角のところとか。えー、ちょっと、まあ、それを比べてのここにあるね。これ完全になくなっちゃってるんですよ。 今日見たよっていうややつだとこのの緑がねえー、何っってんのってん感じがするんですけどただこれってね違法なことらしいんですよ、えー、ちょっと見てみると店の敷地の中、えー、と舗装された地面の上に車が並んでいますということでこの緑のところをコンクリで固めちゃってるからね今現状ではでオープンも間もない頃に撮られた画像を確認すると青々とした芝生があったことがわかります名古屋市によるとこの地域で一定の規模以上の建物を建して 建設するには都市緑地法で敷地の一部を芝生や花壇などで緑化することが義務付けられ従わないと罰金も課せられますということでこれ法があるんですよね、えー、まあこんな感じでね、えー、都市緑地法ということで、えー、都市緑地法は都市公園法その他都市における自然的環境の整備を目的とする法律に相まって良好な都市環境の形成を図る法律である。制定時の 名称は都市緑地保全法だったが、2004年の都市緑地保全法等の一部を改正する法律を施行に伴い、現行の名称に、えー、解消されたということなんですよね。でね、この法のどこがポイントなのっていうのが記事に書かれてるんですけど、えー、ビッグモーター,、えー、名古屋茶屋店の場合、敷地の10%以上の緑地緑化が必要で、2018年の開業の時には条件を満たす緑化計画が認められています。 ということで、えー、今回のねこのビッグモーターのお店だと10%以上は緑にしなさいよっていうのがあるみたいなんですよだからオープン当初、まあ、チェックをかけられる時にはしっかりと10%のところを芝生にしてたんですけど現在コンクリートで固めちゃってるわけなんですよねだから計画を勝手に変更することは許されないと言いますがこの芝生はいつどうしてなくなってしまったのでしょうか上空から確認しても敷地内に緑化された部分を見つけることはできませんでしたとこの川 周りにどっか10%を緑にしてるかっていったら、そうはね、確認できなかった。でね、名古屋市は法律違反の状態になっている可能性もあると見て、近く現地調査を行う方針ですって、この新たな疑惑に関しても追及されるみたいなんですよね。で、こっちもね、ちゃんと罰金が認められる、そんな違法なことなんですよね。もうやばいよね、これ。どんだけ出てくるの、ビッグモーター。 なんでここまで問題視とか国が動いたりしてるのに営業停止までは行ってないんだろうね一旦営業停止しないといけないってこれ本当に。 まあ、潮がしまいが、お客さんは多分あんまり来てないんだでしょうけどね。この記事にもありましたし。まあ、ということでね、ネットの意見もね、見ていこうと思うんですけど、そうそう、緑地って法律で決められてるんだよね、って。まあ、草が植えてなくてもいいけどということで、別に、一応ね、緑地って敷地さえあれば、その芝生とかが植えてなくてもいいみたいなんですよね。ただ、こういう風にコンクリーでオうとアウトですということで、コンクリはアウトだろうっていう風になるわけですよね。わざわざここ固めてるからね、 えー、その現在ではねもう金でアウトじゃんってとか他にはこの会社は疑惑しかないからまともにやってることを探す方が難しそうって。 <laughs> いほんとそうだね。ここまで来ると、一体何をまともにやってたのかがわかんないんですよね。とか、他には、どんだけネタ仕込んでるんだっていうレベルでネタが途切れない。とはいえ、本丸の保険金詐欺と、客の車を故意に傷つける行為の落とし前を、前社長と副社長につけさせるのをやらないと。金融庁と国交省と消費者庁頑張れるっていうようなね、そんな意見がありますけど、いや、マジでネタが多すぎてですね、もともとの不正問題って何だったの って忘れちゃうぐらい出てきてるわけですよねマジで一つ一つちょっと片付けていかないといけないよねぜひ国や自治体には頑張ってほしいところですよねということでこちらもいいねさせていただきますねはいということで今回の動画は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました